はい、皆さん、休憩終わりまして、これからね、セッション2、ドキュメントチェックと PDF の運用ということで、お話を進めたいと思いますが、これもね、ちゃんと映像と音声の方が来ているかどうか、どなたかちょっとね、コメントいただけると助かります。はい、見えてますでしょうかね。なかなかね、今日はいつもと違う緊張感というか、汗をかきながらやってますけども、聞こえてそうですかね。このね、タイムラグがちょっと嫌なんですけど、大丈夫です。ありがとうございます。じゃあね、早速、セッション2の方をね、始めていきたいと思います。ちょっとスライドの方にね、まずちょっと切り替えていきます。はい、ドキュメントチェックと PDF の運用ということで、お話を進めていきます。はい、まずね、ドキュメントチェックの方のお話からさせていただきたいなというふうに思うんですが、まず最初にね、ちょっと、これですね。皆さん、イラストレーターで新規ドキュメントを作るときに仕上がり寸法でアートボードを作成していますでしょうかということです。A4 のものを作るんであれば、アートボードも A4 という形ですね。これ実はまあ昔からね、作業している方は、A4 のものを作る場合には、もっと大きいアートボード、例えば B4 のアートボードに A4 のトンボつけて作るみたいなやり方をね、してたかと思うんですけれども、まあ現在はですね、やっぱりイラストレーターで作るときも、インデザインなどと同じように、仕上がり寸法イコールアートボードで作った方がいいんじゃないかということですね。はい、でなぜかと言いますとですね、仕上がり寸法イコールアートボードにしておくと、なんだろう、ドキュメントのデータ内にはですね、まあ俗にブリードボックスとかトリムボックスっていうものが自動的に書き込まれます。いわゆる立ち落としの、なんだろう、情報であったりとか、トンボの情報といったものがね、書き込まれるわけなんですけども、極論を言ってしまうと、まあ、印刷会社に、ね、データを渡すときに、トンボ作ってなくてもきちんと仕上がりサイズイコールアートボードになっていれば、ちゃんと面付けして出すことができるよという形ですよね。なので、まあ、今後の常識としてというか、もうずいぶん前からですけれども、仕上がりサイズイコールアートボードでドキュメントを作りましょうという形ですね。さあ、そして、これも、ね、結構多いですが、これ絶対ダメっていうわけではないのかもしれないんですけれども、アートボード、いわゆる外ですね、いわゆるこう、まあ、印刷会社に最終的にこうデータ入稿するというときに、余分な必要ないものがね、こう外にこういっぱい置いてあるっていうケースありますよね。まあ、これもできたらちゃんと削除しておいてあげる方のが親切なというかね、データ作成ではないかなというふうに思っていますので、ちょっとその辺もね、確認をしていただくといいかと思います。はい、これね、例えばこんなやつですよね。こういうものは必ず、まあ、削除しておきましょうということですね。さあ、そして次に、ここには余分なスウォッチ、スタイル、レイヤー、アートボードなど削除って書いてありますけれども、まあ、昨今、さほど気にしなくてもいいのかなっていう時代にはなっているんですけれども、その昔はですね、古い時代をご存知の方だと、使ってない装置削除しとこうねとか、使ってないスタイルとか、レイヤー削除しとこうねっていうのを、まあ、結構やってた方がね、多いと思うんですよね。当時は、まあ、今に比べたらマシンのスペックも低いですし、やはりね、なんかちょっとある複雑なデータだとポストスクリプトエラーで出ませんみたいなね、時代がありまして、そのいった部分を避けるためにも、もう本当にいらないものはとりあえず削除して、ファイルサイズをちょっと、まあ、少なくしておくといいかもしれないですね。はい。これね、今、2本目どこから見れば良いのかわからないっていうことを、聞かれたんです。Facebook 内のインデザインの勉強部屋のページの方というか、まあ、見てる人、はもう分かってるわけですよね。ごめんなさい。インターネットの勉強部屋内でね、そのまま配信をスタートさせていますので、ごめんなさい。はい。ご覧いただけたらというふうに思います。はい、なので、まあ、ちょっと話を戻しますけれども、まあ、できるだけね、本当に、四六時に関係ないスウォッチとかスタイルとかレイアウトボードなんかは、まあ、できるだけ削除しておいてあげる方のが、まあ、優しいデータというか、ね、作りになるんじゃないかなというふうに思っています。これね、やっておくといいかと思います。でもちろんね、どんなフォントを使っているのかっていうチェックも必要ですよね。これイラストレーターもインデザインもそうです。フォント検索というのが書式メニューにありますので、まあ、ここで自分が
使ったフォント、当然ね、出力先でそのフォント使える使えないという問題がありますので、ぜひね、いただくといいかと思います。ちょっと一回にこれ、はい、これでいいかな。はい、チェックをしてください。はい、そしてですね、次に意図していない特色、これをね、まあ、使用していないかどうかというのを確認をしておきましょうという話です。イラストレーターだと分版プレビュー、インデザインだと分版プレビューパネル、まあ同じですね、これは。はい、ここでそれぞれ自分が使っている版がね、出てきます。で、CMYK の、まあ、4色で印刷するのに特色が出てきている場合には、これはまあスウォッチなんかにね、特色が入っていると出てきたりします。で、イラストレーターの場合はオーバープリントプレビューという一番上にチェックがあると思うんですけれども、これをチェック入れると、まあ、特色の部分はね、表示されなくなるので分かりやすいんですが、インデザインの場合は、スウォッチに特色があると使っていても使っていなくてもこの分版プレビューのパネルの中にはね、こうなんだろう、特色もリストアップされてきますので、いちいちですね、こう目玉のアイコンをクリックオンオフを切り替えて、まあ、使ってる使ってないというのを確認していくという形にはなっちゃうんで、ちょっと注意していただきたいと。まあ、できるだけね、ドキュメント内で特色を使っていないのであれば削除しておくのがいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、この辺についてはですね、特色を、CMYK の4色に分解して出すなんていうね、まあ、機能もあったりするんで、いざという時にはそういう、まあ、方法もあったりするのですが、できるだけね、クリーンなデータを作るようにしていくといいんではないかと思っています。はい、当然ですが、各版がどういう風になっているかっていうのをね、この分版プレビューのパネルでチェックをしていくという形ですね。で、私は必ずこの分版プレビューパネルで隅版、軽版ですね、のみを、まあ、非表示にして、あと CMY だけ表示させた状態で、ちゃんと隅文字が、オーバープリント、いわゆる載せになっているかどうかっていうのを必ず確認するようにしています。ね、やっぱりこう本文なんかの隅文字なんかが、まあ、色ベタの上にある場合にはやっぱりね、きちんと載せになっていないと、半ズレをしたときに白い、ね、筋が出てしまいますので、必ずこの辺もチェックをしておきましょう。はい、そして、まあ、これね、インデザインのみなんですけれども、インデザインには分版プレビューっていうパネルに総印記量っていうのを、ね、チェックすることができます。この表示のところですね、印記限定っていうのがあるので、こちらを選んでいただいて、まあ、パーセントを指定します。今、画面上では、あれ、また切れましたね、ちょっと待ってくださいね。これね、しょうがないので、これね、ですね、メディアで、ここで、これ、カメラのバッテリーを取り替えないとダメかな。こちらにしましょうか。これで来るかな？カメラの3。これにして、これにして、これと。はい。ちょっと別のカメラをね、右の小窓に出すように変更しました。ごめんなさい。はい。行きましょう。総印記量の表示を印記限定にするというお話ですね。で、右側にね、そのパーセントを指定するところがあります。今、300になっています。300になっていると、CMYK のそれぞれのパーセントをプラスした値が 300% を越しているところが、このように赤くハイライトされますので、まあ、印刷するものによってはね、これもちゃんと確認をしていきましょうと。まあ、オフセット印刷の場合は、まあ、紙や、ね、印刷会社によっても違うんで、まあ、300から350ぐらいなのかなとは思うんですが、まあ、新聞の、ね、印刷なんかと確か250ぐらいだったような気がするので、いわゆるなんだろう、裏写りとかしてしまう、ケースが出てきますから、必ず、ね、この辺はちょっとチェックをしておく必要があるという形ですよね。はい、さあ、そしてオーバープリントの確認ですね。まあ、それぞれ、インデザインもイラストレーターもオーバープリントプレビューというので、まあ、きちんと意図通りになっているかどうかっていうのをね、こちらで確認をしていきますということですね。はい、そして問題があった場合には、このそれぞれね、まあ、属性パネル、あるいはプリント属性パネルの方で塗り、それあるいは線のオーバープリントをオンにするのかオフにするのかっていうのを十分できちんと、まあ、コントロールをして作業を行っていきます。まあ、そしてですね、透明の機能を使っている場合には、
できたら透明のこの状態を確認をしておくのも、まあ、やっておかれるといいかと思います。られだと、まあ、分割統合後プレビューパネル、インデザインは透明の分割統合パネルというところにハイライトというのがありまして、ここでいろいろな項目が選べます。透明を使ったことによってラスタライズされるオブジェクトは何かとかですね、いろいろね、項目がありますので、目的に応じたものを選んで、チェックをするという形ですね。これもね、できましたら、収録前にやっておかれるといいかと思います。はい、そしていろいろね、こうチェック項目を見てきましたが、プリフライトを最後かけて、ファイルの収集を行うという形ですね。で、プリフライトに関しては残念ながらイラストレーターにはありませんので、インデザインでこうチェックを行っていくわけなんですが、実際にちょっとね、このプリフライトね、チェックをするんですが、運用するときにはね、自分でこのプリフライトプロファイルというのをね、作っていかないといけない、作る必要があるので、ちょっとここはですね、デモしてご覧いただきたいと思うんですが、チェックをしてさらにパッケージをして、データ入稿するという流れで見ていきたいと思います。ちょっとデモをね、ここでは入れていきたいと思います。はい、インデザインドキュメントをちょっと開きますね。よいしょ。はい、こんなね、見開きの今ドキュメントが開いてきています。で、インデザインの場合はですね、もう開いた瞬間にですね、問題があると左下のところ、ウィンドウの、よいしょ、縮めましょうかね、ここですね、エラーの数が出てきています。なので、もう開いた瞬間に、あ、このドキュメント5個エラーあるんだなっていうのは分かるので、まずこちらをね、ダブルクリックします。はい、そうすると、プリフライトパネルというのがね、開いてきます。で、こんなパネルなんですが、ちょっとね、見ていくと、これですね、よいしょ。ここ、あ、これ逆に見づらいな、よいしょ。ここで、デフォルトでは基本作業用というふうになっているので、ちょっと基本の状態に戻しますね。そうすると、ちょっと今ね、エラーの数が2個になったかと思うんですが、詳しく見ていくと、例えばこちら、ね、テキストレミナーが問題がありますよっていう表示がされています。何問題があるのって見ると、オーバーセットテキスト、いわゆる19文字あふれた箇所がありますよというのを教えてくれています。どこだろうと思うんですが、これ自分でね、探す必要はありません。これ、該当する項目をダブルクリックします。そうするとその部分が選択された状態で開いてきます。あ、ここなんだねっていうのが、ね、すぐ分かりますので、こちらね、多分溢れた文字があるので、これ伸ばして、溢れを解消します。そうするとね、ここエラーの数が、ね、1個減ったの分かりますよね。今2つエラーがあったのが1つのエラーになったということです。もう1個の方もね、ダブルクリックしてみます。ここのテキストフレームが溢れちゃってるんだなっていうのが分かりますので、これもね、溢れを解消してあげる。そうすると、ね、めでたくというかエラーなしっていうのが、ね、出てきていますよね。さあ、これがね、基本作業用というプロファイルが当たった状態なんですけれども、このね、基本作業用というプロファイル、これ、インデザインインストールすると最初から用意されているんですけど、はっきり言うと、これは仕事には、使い物にならないので、自分でプロファイルを新しく作って、細かく、なんだろう、より細かくチェックできるような状態にしてチェックをしてあげるという形です。なので、プリフライトパネルからここですね、プロファイルを定義というのがありますので、こちらを実行します。そうするとプリフライトプロファイルというパネルが開いてきます。ちょっと見てみたとね、基本デジタルパブリッシングっていうのがあるんですが、これね、マイセットっていうのは私がもう作ったものなので、デフォルトの状態では入っていません。で、どんな状態になっているかというと、ちょっとこれね、スクロールして見ていきたいんですが、ここですね、何をチェックしているか、デフォルトではですね、不明および変更済みリンクとアクセスできない URL リンク、ね、まずいわゆるリンク入れがここで分かるよねっていうことですね。あと、ほとんどチェックが入っていないんですけど、ここ、ね、オーバーセットテキスト、いわゆるテキストのあふれ、あるいは環境にないフォントが使われていたら教えてねっていうことですね。さらに、あと1個だけですね、はい、未解決のキャプションの変数という、こんだけしか実はチェックをしていないという形です。これではね、全然使い物にならないので、何をするかというと、まずね、このプラスのボタンをクリックをして、新しいプリントプロファイルを作ります。
適当な名前をつけていただいて、自分がどんな項目をチェックさせたいのかっていうのをね、ここで指定をしていくという作業を行います。これ実際ちょっとね、よいしょ、見ると、まあ、あんまりね、チェックがされていないんですが、ここでちょっと、実際ね、これ作ったものを見ていきましょうかね。何を僕がチェックを、まあ、入れているかというのを見た方が早いかな。まずね、ここ、カラーのところをチェック入れています。で、どんな、ここですね、ここですね、使用を許可しないカラースペース。RGB があったら教えてくださいねとか、ね、LAB も教えてねとかっていうのをチェックを入れていますし、特色もですね、他にも、白または紙色に適用されたオーバープリント。まさにね、これね、白い色にオーバープリントがかかってるとまずいので、これもチェックしてねというふうにしています。そして他には解像度ですね、画像の解像度。それぞれカラーとグレースケールと、まあ、1ビットとあるんですけど、まあ、最大はまあいいとして、最小をね、それぞれ250、250、800という形でね、ここでは設定をしています。この辺りはね、自分が作るものに応じて変更していってあげてください。他にあとしているのが、あとこれですね、最小線幅、ね、今 0.09 ミリを設定しています。つまり、まあ、コンマ1ミリまでの線はいいけども、それより細い線はやっぱりやめとこうかなと、画面上では見えているけど、印刷したらね、細すぎる線は飛んでしまうので、この辺も、まあ、自分が、設定したい値を、まあ、入れておいてあげるという形ですね。こんな感じでたくさん項目あります。基本的にはチェックを入れる、あるいは数字を入力するという形で、自分が、どのようなチェックをさせたいか、インデザインにさせたいかっていうのをね、ここで設定をしていって、出来上がったら保存の OK としてあげるということですね。そうすると、このプロファイルっていうところにね、自分が作ったものをね、選ぶことができます。なので、今回ちょっとね、あらかじめ作ってあるこのマイセットというのをね、選んでみます。そうするとですね、先ほどはエラーとして上がっていなかった項目がいくつかね、さらにリストアップされてきます。見ていくと、カラー、これ、RGB の画像がありますよと教えてくれています。こちら項目をダブルクリックすると、この画像が RGB なんだって分かりますので、まあ、何らかのね、処理をします。ちょっとここではね、実際にはやらないですけども、これが、まあ、RGB なのかということで処理をします。次に、他にまだね、あと2つぐらいありますよね。こちら、ここの画像が選択されているんですが、解像度がね、有効解像度、これ 210ppi しかありませんよと、いいですかっていうことを聞いてきますので、これも、まあ、できれば高品質なものに差し替えてあげるという処理が必要になってくるわけですよね。さらに、あと1個、こちら、ダブルクリックすると、この枠がね、選択されてきました。で、これ見ると、実はですね、線の太さがコンマ07ミリというふうに非常に細い線が使ってあります。細すぎるけどいいってこうね、教えてくれているので、例えばこれをね、よし、クリックして、まあ、1ミリにちょっとね、線にしてあげるという形で、まあ、修正を行っていくと、今回まだね、この RGB とか解像度を直していないのでエラーが残ったままですが、ここね、2個のエラーっていうところが、まあ、緑色の丸になってエラーなしという形で表示されますので、そうなって初めて、OK なんだなっていうことで、こうですね、パッケージという作業に進むということですね。なので、必ずね、インデザインの場合は、まあ、入稿する際に、ね、このプリフライトを行って、そして OK になってからパッケージをするという形で、まあ、覚えておかれるといいかと思います。じゃあ、イラストレーターどうするのってことですよね。パッケージの機能はあるんですけれども、プリフライトの機能がありません。で、ちょっとね、ここにインデザインで今、まっさらなドキュメントを一つ作って、見ていきたいと思います。で、今、まっさらなドキュメント作ってですね、チェックをしたいイラストレーターのドキュメントはこれです。実際にちょっと開いてみます。よいしょ。さっきもね、ご覧いただいたかと思うんですが、ペットショップのね、まあ、チラシですよね。これをちょっとチェックしてみたいところが、イラストレーター自身にはプリフライトという機能がないので、どうするかというと、インデザイン上で、例えばですね、まあ、このイラストレータードキュメント貼ります。これ、まあ、いわゆる画像として貼るということですね。こう貼ります。これで貼られましたよね。で、プリフライトパネルのところで、自分の、まあ、セットしたもので、
再度チェックをかけると。チェックをしたいんですが、これね、失敗しました。録画失敗をしております。なんでかというと、プリフライ、ごめんなさい、もう一回作っちゃいますね、こちらちょっと。ですね、チェックするプロファイルが、ここにはなかったということで、ちょっと ABC と名前つけておきましょう。で、あ、これ動いちゃうから、ちょっと、よいしょ。そうね、最近ちょっとマシンをね、ノートマシンを買い替えて、まだね、一部思い通りにいってないところがあるのですが、ちゃちゃっとこうね、チェックをしていきます。よいしょ。で、さっきと同じような感じでやりましょう。あ、これじゃ総合参照じゃないや。線、最初、テキストで、あ、ドキュメントで、よいしょ。どこ行ったか。あ、これだ、ごめんなさい。これですね。で、まあ、09にしときましょう。で、09。で、OK として、はい、そうするとね、これ、イラストレーターのドキュメントなんですけれども、すでにね、こう、エラーが出てきてますね。何やったかというと、インデザインのまっさらな、ドキュメントにただイラストレーターのファイルを配置して貼っただけという状態です。なのに見るとこれね、カラースペース、ね、RGB 使用されてますよ、こちらはよいしょ、ね、解像度が150のものが混じってますよっていうのを、ね、教えてくれています。あ、そっかっていうことで、じゃあこれダブルクリックをしてどこが問題あるのかっていうのをね、まあ、見ていきたいと思うんですが、ダブルクリックします。これね、全体が選択されます。こちらもダブルクリックします。全体が選択されます。この全体が一つのファイルなので、残念なことにこのドキュメントのどこに問題があるかというところまでは教えてはもらえないんですけれども、このドキュメント自体に、まあ、どんな問題があるのかっていう部分に関しては、インデザインが、ね、教えてくれるので、まあ、イラストレーターで開いて検討のところというんですかね、いうのを、まあチェックして直してあげるといいんではないかなと思います、ね。はい、まあ、何が言いたいかというと、イラストレーターのドキュメントでも細かくどこの部分かっていうのところまではわからないけれども、ドキュメントにどんな問題があるのかっていう部分は、インデザインに貼ることで、ね、チェックをすることができるので、まあ、一つのチェック方法として、活用されるといいのではないかなということをね、まあ言いたかったという形ですね。はい、さあ、それではね、もう一度スライドの方に、戻っていきます。はい、でですね、今から少し、お話するのは DTP で多い3大トラブルという部分でお話をしていきたいと思います。まあ、これに関してはですね、第2オンスクリーンの松下さんが前ね、ページでお話しされておりまして、それにちょっと手を加えて、せっかくなのでね、皆さんに情報共有していきたいと思います。多いトラブル3つあるんですけど、その1つ目が白のオーバープリントですね。そしてマイターリミット、さらに自動スミノスというこの3つね、結構まあ問題ありますので、トラブルになるケースが多いのでちょっと見てみましょうね。まず白のオーバープリント、はい、今左側は抜き、右側は載せと、いわゆるシアンの背景の、シアン 100% の背景の上に墨文字が今乗っかっている状態です。で、まあ、皆さんご存知のように抜きというのはこういうやつですよね。文字、墨文字の下が白く抜けている。載せっていうのは文字をずらしてもちゃんと背景に色があるという形で、一般的に、アプリケーションではオーバープリントと言いますよね。オーバープリントが左側がオフ、右側がオンの状態になっています。はい、で、まあ、当然ですけども、本文なんかの文字の場合には載せになっていないと半ずれした時にこう白が出てしまったりするので、まあね、基本的にオーバープリントはオンにしましょうっていう運用が、まあ推奨されるという形ですよね。はい、で、そもそもじゃあオーバープリントってどういう動作してるのっていうのをちょっと見ていきたいと思います。オーバープリント、いわゆる下にある色と上にある色、いわゆる重なった時にどういう処理をするかということで、上にある色に対してオーバープリントをオンにするのかオフのままなのかということですよね。
で、まず、当然、まあ、4色というふうに考えていただいて、CMYK という4つの色があります。で、今回のケースで言うと、上に来る墨文字なので、上は墨文字なので K100% ですよね、この色。で、下はシアン 100% という形で、この、まあ、色が今使われています。で、オーバープリントがオンというのはどういうことかというと、これ、色を、ね、足すという形になりますので、結果分かりますよね。こう重なった部分は C100%、K100% という状態になります。なので、のせの状態で印刷することができるという形ですよね。じゃあ、オーバープリントオフの場合はどうかということですね。これ、さっきと同じ状態です。オーバープリントオフの場合は、下の色はなかったこととして処理をするよという形なので、どうなるかというと、まあ、重なった部分は K100% になるということですね。ということは C に色がないので抜きになってしまうという形です、ね、はい。じゃあこの白にオーバープリント、これ一番事故が多いんですけれども、なぜ白にオーバープリントすると、例えば白い、オーバープリントの文字が抜けてしまうのかということですよね。白だから CMYK 全部、0ですよね。上の状態がで、下はシアン 100%、オーバープリントオンということはこれ足すので、重なった部分は C100% になります。C100% しかないっていうことは、白い文字はないっていうことですよね。なので、白にオーバープリントオンにすると、まあ、文字が抜けるというか、なくなっちゃうよっていうことですね。はい。まあ、ただですね、これに関しては、イラストレーター CC 以降、ドキュメント設定のところに、出力で白のオーバープリントを破棄というのがありまして、まあ、こちらがね、チェック入っていますので、基本的には、白のオーバープリントトラブルはないという形ではあります。必ず、こちらね、デフォルトではオンになっているんですけど、出力時に白のオーバープリント破棄するこのチェック項目がね、ちゃんと、オンになっているかどうかっていうのは確認しておいていただきたい部分です。さあ、そしてインデザインですね。どうなっているか。これ、環境設定ダイアログです。黒の表示方法というところがあるんですけれども、ここに黒のオーバープリント、クロスウォッチを 100% でオーバープリントという項目、これデフォルトでオンになっています。つまりこれがオンになっているということは、スウォッチパネルに最初から用意されている黒っていうスウォッチを使えば、まあ、自動的にオーバープリントがかかった状態で運用できますよという形なので、まあ、必ずねこれ、クロスウォッチを使うようにすると、カラーパネルで K100 とかっていう色を使うと、これはオーバープリントには自動ではならないという形なので注意をしてください。クロスウォッチを使っていれば自動的に墨のせになりますよということですね、はい。さあ、じゃあこのケースね、オーバープリントオンだと思ってどうなるかなという部分をねちょっと考えていただきたいんですが、下がですねシアン50の色で、上に来るものにシアン20、マゼンタ80の色がねあったとします、はい。そうするとこれね、オーバープリントオンだとプラスになるのでね、50と20シアンが、ね、足されるような気もするんですけど、実はどうなるかというと、ね、シアン 20% プラスマゼンタ 80%、こう重ねるとですね、足されるようなイメージになるんですけど、同じ範の色がそれぞれ下にも上にもある場合には、上のカラーが生きてきますので、このような形でオーバープリントをかけても C20M80 になるよという形です。ちょっとこれね、僕もねこれ初めて知ったの15年ぐらい前に初めて知って、そうなんだと思ったね、ちょっと結構衝撃的な事実だったんですけど、アプリケーション的にはこうなるということですね、はい。で、注意していただきたいのは、よくあのカラーパネルとかのスライダーをこうね、こうマウスで動かして色をつける場合に、0にしたつもりが 1% ぐらいこう残ってたりすると、もしそれにオーバープリントがかかっていると、意図しない形で 1% の方が生きてきてしまうというようなことがありえますので、まあ、この辺はねきちんとオーバープリントプレビューなりして確認をしていただきたい項目になっています。さあ、はい、2つ目いきましょう、ね。マイターリミット、これですね、尖ってないじゃんっていう、一部欠けてるよっていうやつですよね、はい。で、そもそも、ね、マイターリミットというのは何ってことなんですけど、線パネルには比率という、まあ、項目があります。で、こうパスをね、こう書いたときに、先っぽが尖る、尖らないっていうのは、この比率が影響してきています。で、どう違うのってことなんですけど、まあ、
例えばですね、こんなの見たことないですかね。こう、トゲが出てるやつですね。縁文字になっていて、トゲが出てるやつ。これね、最近はあまり見なくなりましたけど、一時期チラシとかで、トゲが出てるやつがね、ちょこちょこ見受けられました。まあ、ただ、それって基本的に明朝の文字を使っている時だったと思うんですが、実はこれね、丸ゴシックなんかを使った場合でも起こりうるということですね。これ別にトゲになるようなとこないじゃんって思うんですが、実はここです。このトゲは、この矢印のこのところがトゲになって出てきているよってことですね。なんとこんなところが影響してるっていうね、びっくりですよね。はい。で、そもそもこのマイターリミット、ね、何かってことなんですけど、まずここの部分をマイター帳と言います。言葉でちょっと説明するのはちょっと難しいんで、この黒い矢印のところがマイター帳と言われるものになります。で、これどうなってるかっていうと、線幅に、さっきの線パネルの比率をかけたものが最長マイター帳と言われるものです。なので、このマイター帳が、この最長マイター帳よりもちっちゃかったらちゃんと尖るんですけれども、大きくなっちゃうと尖れなくて欠けるという、現象が起きてくるという形ですね。で、この比率、文字が、トゲが出ちゃったよっていうような場合ね、だいたいそれを直すには、だいたい比率は3から5ぐらいにすると、だいたい治るケースが多いというふうに言われています。3から5程度ですね。はい。で、こっちの場合だとね、尖らすためには比率をどんどん上げていきます。これ、15で今回はね、尖りましたけど、その形によって、その10だったり、もっと18だったりっていう形で、尖る、割合が当然違ってきますので、ちょっとね、こう比率を上げていって、ちゃんと確認をしてみてください。これがね、マイターリミットっていう形ですね。はい。じゃあ、3つ目いきます。自動墨の線。今ね、出力する場合には、印刷会社の方でですね、墨文字は文字だけじゃないんですけど、墨を、自動で墨の線にするという設定ができるようになっています。それによるトラブルが逆にあるということですね。はい。こんなケースでちょっと見ていきます。今ね、シアンの、こう、二塁の上に墨文字が重なっているというふうに思ってください。で、これに何をしたいかというと、透明パネルで描画モードを変えて、視野に重なったところの文字は白くして、重なっていないところは黒くしてっていうことが、したいと思ってください。で、これに、このようにするためには、透明パネルで比較、これ目っていうのを選んでいますけれども、選ぶと、実行できるよということなんですが、これをね、出力しましたと印刷するとどうなったかっていうとね、こうなっちゃったりするんですよね。これはなぜかというと、自動墨の線がオンになっていたからということですね。この文字、もともとの属性は墨文字ですよね。なので、それが自動墨の線になったところは、今度も視野の目に重なっているところが白になってしまうので、白自動墨の線だと、なくなっちゃうということで、事故になっちゃったっていうことなわけです。はい。で、じゃあ、ちょっとこの描画モードって、いっぱいあるんですけど、これ使っていいのっていうことなんですが、実際ね、こうテストをするとこんな風になります。これ、自動墨の線がオフの状態の時に、下がシアンです。で、上が墨の色を持ってきたもの、シアンの上に墨を重ねると、それぞれね、描画モードを変えるとこんな風になります。ところが、これ自動墨の線をオンにした状態で同じことをすると、結果が異なります。どれが違うのかなっていうと、この赤い枠で今囲ったところ、こちらがね、違うという形なんですけれども、じゃあ、これ違わないと使っていいのと思う方もいらっしゃると思うんですが、基本的にですね、これ、リップメーカーさん方が言うには、乗算だったらいいけど、他のものだと問題が起きる可能性があるので、やめた方がいいですよっていう、ことです。なので、描画モードをね、変える場合は、乗算はいいけど、それ以外のものを使いたいときは、今のようなやり方ではなく、全くね、違うやり方。例えば、フォトショップ上で処理してしまうとかですね。しないと、事故るケースが出てくるので、注意をしてほしいということですね。どのように処理するかを、つまり制作側と出力側できちんと話し合っておく。これ、墨の線するのをしないのっていうのをね、きちんと話し合っておく必要があるよということですね。で、自動墨の線をしないっていうことであれば、自分自身できちんと、このオーバープリントの
設定を行っておかないと、まあ、まずいよねっていうことですよね。きちんとこの癖をまあつけていただくといいかと思います。はい、ちなみにインデザイン、ね、さっきも言いましたけど、この黒のオーバープリントですね。このクロス装置を使っていれば、まあ、自動的に、載せの設定になりますので問題ないです。逆にですね、タイトルなんかの文字ででっかく使いたいと、下に背景に写真があるとかっていった場合に、載せにすると文字のところに写真が透けたりして逆に嫌だっていうケースも出てきますので、そういう場合には、まあ、例えばリッチブラックにするとかしてあげると、ね、回避できるよという部分ですので、まあ、そこら辺はね、どこに使うかっていうのを考えて運用されるといいのではないかと思います。はい、じゃあ続いてですね、まあ、今度は PDF の運用の話をしていきたいと思います。はい、PDF、まあ、いろんな今ね使えます。ビジネス用ユースで、まあ、いろんな使い方ができるんですけども、印刷系の使い方としては当然ね、構成用で使ったりとか、あと出力するために使ったりっていうケースが中心じゃないかと思うので、まずねちょっと構成用から見ていきたいと思います。構成用、皆さん多分ねアクロバットなんか使ってやってる方多いんじゃないかなと思うんですが、構成をしてもらうのに対して当然プリントしたゲラを手渡ししてっていうね、まあもちろんありますけれども、昨今のねこの新型コロナの影響なんかあって直接お会いできないケースも当然今なんか多いと思うんですよね。その時にはやっぱりこう PDF で、ね、構成してくださいねっていう形で、送って注釈をつけてもらうっていうような形、ね、やっていくかと思います。で、アクロバット、プロ DC、 今だと DC ですね、最新のものがで、注釈をつけていくという形なんですが、意外と知られていないのがこちらですね、注釈のみを書き出す機能というのがあります。僕もね、その他の方にこう PDF を渡し送って赤字を入れてもらったものをか、まあ、返してもらうこと結構あるんですけれども、 PDF そのまま返してくる方がやっぱり多いんですよね。まあ、しかしそれだとファイルのサイズが大きくなってしまうので、できたら注釈のみを書き出すということがアクロバットではできますので、やってください。例えばこの図で、画面上でいうとこの3点リーダーのところをクリックをすると、すべてをデータファイルに書き出しという項目がありますので、まあ、こちらをねクリックしていただきますと、拡張子、ね、FDF というファイルが書き出されます。これはですね、注釈のみを保存したファイルになりますので、これを送っていただくと非常に軽いファイルです。注釈のみだから相手にもその元々の PDF を持っているので、この注釈のみの FDF のファイルを開くで元の PDF を指定すれば、自分が作った PDF にちゃんと注釈が載った状態で確認できますので、このね FDF に書き出すという使い方をされるといいのではないかと思います。はい、ね、非常にファイルが軽いというのがねメリットですね。まあ、ただですね、この注釈入れてほしいっていうのでも、まあ、我々のねこういわゆるなんだろう現場レベルでこう、ね、やり取りする場合には、当然皆さんアクロバットのプロ版を持ってるからいいと思うんですが、まあ、クライアントがね、持ってないケース、その場合にはアクロバットリーダーなどでね注釈をつけてもらいます。ただそのままだと注釈がつけられないので、我々制作側の方が、まあ、アクロバット DC などでファイルメニューからその他の形式で保存、リーダー拡張機能が有効な PDF、 そして注釈と物差しを有効にするというのを選んで保存してあげたものを送ると、アクロバットリーダーでも、まあ、注釈を入れることができるよという形なのでね、これは一つね覚えておかれるといいかと思います。さあ、ところがですね、まあ、今お話ししてきたのはアクロバットで、プロ DC だったりとかアクロバットリーダーとかで、まあ、構成注釈を入れてやり取りしましょうねっていう話なんですが、実はですね最近のアクロバットはですねブラウザから構成ができるんですね。これを行うことによって相手がアクロバットを持っていない方でも当然構成できますし、まあアクロバット持ってなくていいので、例えば相手の方の iPhone であったりとか iPad であったりとかっていうものでもね、まあ、構成をすることができるんですね。これ他のユーザーと共有という機能です。でちょっとこれねやってみたいと思いますね。はい、この機能がねなかなか素晴らしいので、よいしょ、ここにね、1個今 PDF 開きます。そうすると、ここに分かりますでしょうかね。よいしょ。ね、こんなアイコン出てきます。こ
これ、ね、ここでもいいです。ここに今、注釈に送信という新機能ってもう書いてありますけど、同じです。クリックをすると、ね、他のユーザーと共有するという、まあ、画面が出てきて、共有する方の方にメールアドレスやコメントを入れることができます。ちょっとこれね、僕の、ちょっと別のメールアドレスを入れて、よろしくと。あ、まあいいや、これはいいか。これね、自動でね、ある程度最初に文章が入っているので、このまま送っちゃいますので、送信をします。送信をすると、ね、これで、まあ、僕のところにね、まあ、メールが飛ぶわけですよ。で、ちょっとね、メールの画面を、あまりちょっとお見せしたくないので、こんなメール、メールにこんな形のメールが飛んできて、開くというボタンをクリックすると、ブラウザが立ち上がってきて、そこで注釈をつけることができるという機能ですね。ちょっとね、これ実際にやってみたいんですが、ちょっとこれね、一回僕の顔の方に切り替えて、ここで、こちらのメールアプリからですね、まあ、皆さん今見えてないんですけど、僕に今メールが飛んできているはずなので、これメールね、クリックして開くとしてみます。よいしょ。で、ちょっとこれね、戻しますね。こんな感じで。まあ、送られてきたメールをクリックすると、この PDF がブラウザで開いてきます。ね。で、まあ、アクロバットで開くっていうのもあるんですが、せっかくね、これ、ブラウザで開いてきているので、ブラウザで見ていきたいんですが、ちょっとややこしいのはですね、これ、僕が、なんだろう、メールを送って僕が受けてるわけなので、メールアドレスが違うんだけど、これね、同じ人間だというふうに見なされてね、これ、僕のアカウント、ね、で、多分ね、これ、開かれてしまうのと、あのやり取りができないので、これ、ログアウトします。ログアウトして、アドビでログインで、これで、まあ、僕が、続行するわけですよ。パスワードを、ここで、入れると。あ、これがめんどくさい。これ僕のところにちょっとね携帯にメッセージが行ったよねっていうことで、ん？あ、これ後ですね。これは後でにしてやればいいですね。はい。さあ、そうするともう一人、まあ僕なんですけど、僕じゃない人という考え方でいくと、ここにね、あのその方のこれね、森雄二さんがレビューするドキュメント、あなたと共有しましたって、ここにね、お知らせ来てますよね。で、開くことができる。もう一回ちょっとね、僕の顔に切り替えておいて、で、ちょっとメール、あ、しまった、メールを開くにして、よいしょ、これね、はい、ここですね。はい、森雄二さんが文章を共有しましたと。で、これで続行しますと。そうすると、先ほどね、森雄二さんが送った PDF が、もう一人の別の方、別の森雄二さんが受けて、まあ、開いているという状態ですね。こう見ると2人のユーザーになってますよね、ここ。ね。で、ちょっと若干ね、これ開くのに時間かかっておりますが、これちゃんと開いてきます。で、ここで、まあ、いわゆるブラウザ上で注釈をつけるということですね。今16ページある PDF ですね、これ。はい。まあ、ただ見ていただくとわかるんですけれど、こう上のところ、ね、この辺。注釈をつけるためのツールすごく少ないです。まあ少ないんですけれども、まあこんだければ最適なことできるなということで、ちょっと例えばこうね、こうクリックをして、色を変えてねというふうに例えばしたとします。投稿をします。ね。そうすると、これね、よいしょ。森雄二さん切り替えます。これ CC デスクトップアプリですけど、ここにも通知来てるんですよね。もう一人の森雄二さんがコメントしましたよっていう。で、ここでまずそもそも相手に、なんだろう、注釈入れたってことを伝えなくても自動的に相手に伝わります。で、この後メールも飛んでくるんですけれども、ここで分かりますので、発信元の森雄二さんはこれを、まあ、開いて、あ、色変えてねって言って、じゃあ色変えようかっていうふうに修正をしていくという、まあ、やり取りができると。なので、まずそもそも相手の方はアクロバットがいらない。ブラウザでできるよと。で、
修正したときに、まあ、今までだと修正しましたってこう、ね、メールとかでお知らせをしてたりしたと思うんですけれども、それもいらないと。いわゆる相手に、ね、修正したら即座にその修正したことが伝わるという形になっていますので、まず、ね、そもそも、時間を短く有効に使うことができるという形ですね。まあ、こんな機能が今、ね、ブラウザでPDFを構成できるというふうなので、ぜひちょっとこれね、活用していただけたらというふうに思います。はい、さあスライドの方に戻ります。今度出力用のお話ね、していきたいと思います。で、まあ昨今ね、 PDF で入稿する方も増えてきてはいるんですが、まだまだね、データ入稿、まあ生データの入稿する方もいらっしゃいます。で、一応 PDF の入稿メリットという部分を見ておきましょう。まずね、ワンファイルで済むということですよね。リンク画像とか、使っているフォントを添付する必要がありませんよっていうのが一つ目で、もちろんテキストアウトライン化する必要もありませんよと。 PDF 内に埋め込まれますよということですよね。3つ目、PDF をきちんとした PDF が作れるんであれば、まあ、OS が何だとか、どんなアプリ使ったとか、どんなフォント使ったっていう、そういう制約がね、まあ、なくなるということで、非常にメリットがあるわけですよね。で、一応これね、PDF 書き出しのダイアログで、まあ、バージョンもね、いろいろあるわけですが、ちょっとここら辺もね、さらっと飛ばしていきます。はい。で、まあ、印刷を目的として考えた場合には、基本的には PDFX で入稿してくださいねっていうふうに言われてるかと思います。もちろんね、この印刷会社から指定があったら、その方法で書き出せばいいんですけれども、一般的には PDFX。で、X1A と X4 というのがね、まあ、両方あるかと思います。会社によってはね、まだ X1A しかダメだよっていうところもあれば、X4 でいいですよっていう形で、まあ、言ってくれるところもあります。どう違うのかというと、まあ、ざっくり言うと、PDFX1A の方は RGB は使えませんよ。PDFX4 は RGB も OK ですよという形です。で、1A の方、RGB 使われているドキュメントから書き出すと、まあ、自動的に CMYK になって書き出されますよということですよね。CMYK は、まあ、当然ですけど、どちらも当たり前に使えると。で、透明効果、ね、PDFX1A は透明が使われていた場合に、まあ、ラスタライズ画像化されて書き出されますよということですが、PDFX4 の方はそのまま透明を生かしたまま PDF を書き出しますよということですね。なので、まあ、PDFX4 の方はね、Adobe PDF プリントエンジンなどから、まあ、PDF をダイレクトに処理できるのに対して、1A の方はですね、な分割統合が必要ということですよね。はい。で、まあ、一言で言ってしまうと、PDFX4 って何ぞやということを一言で言うと、ポストスクリプトを一切使わないのが PDFX4 という形です。ね、久しぶりにね、ポストスクリプトという、まあ、言葉を聞いた方もいらっしゃると思うんですが、ポストスクリプト言語で書かれたものがもともとポストスクリプトで、Adobe はポストスクリプトの会社として、まあ、起業しているわけなんですけれども、昔の PDF、ね、どうやって作ってたかというと、ソフトウェアからポストスクリプトファイルというのを書き出して、Acrobat Distiller で PDF を作るという、まあ、流れで作業していましたが、現在ね、もうほぼほぼそういうことは多分している人はいないんじゃないかとは思います。もうアプリケーションからダイレクトに PDF を書き出すことができます。この時に PDFX4 にしとけば、ポストスクリプトという概念を一切使わずに書き出すことができるよということですね。で、現在ではね、やっぱりこの PDFX4 が一番出力が安定しているという、そうです。なので、積極的にね、使っていただくといいかなとは思います。ただし、今言ったように、アプリケーションから直接書き出さないと PDFX4 はできませんよということですね。これね、ちょっと昔の EPS のところの、まあ、入稿ですけど、入稿方法ですね。これ、制作側と出力する側が各アプリケーションのバージョン合わせなきゃダメだったよねとか、使ってるフォントも合わせなきゃダメだよねとかっていうふうにしてたんですけれども、つまりね、これ、昔は環境一致させる必要があったのが、今はね、PDF 入稿では全部こういったものが PDF の中に埋め込まれるので、ね、環境が異なっていても OK ということですね。はい、ではね、ここから PDF 入稿のデータ作成方法をちょっと見ていきます。まずはね、先ほどお話ししたようにイラストレーターインデザインドキュメントをチェックしますよね。はい、チェックして問題なければ実際に、まあ、PDF 書き出しというのをこのダイアログから行っていきます。
で、まあ、書き出しに関しては、ね、ちょっとここではやらないですけれども、僕が必ずやっているのは、書き出した PDF ありますよね。これをそのまま入稿先の印刷会社さんに渡すのではなくて、必ずアクロバットで開いてチェックをしています。どんなチェックしているかと、それを見ていきたいと思います。まずね、必ずプロパティを確認します。プロパティっていうのは、まあ、この PDF の、なんていうのかな、どんな PDF かっていう情報が書かれたものですね。PDF のバージョンとか、どんな PDF ライブラリを使って、まあ、作られたものだとか、サイズね、どのアプリケーションから書き出したのかとか、いろんな情報ここにあります。あと使われているフォントは何かとかですね。これまで見て問題ないかとか、一応ね、目を通してください。これね、ショートカットはコマンド D、あるいはコントロール D でね、開くことができます。さあ、そして次にやるのがプリフライトっていう、まあ、パネルでチェックすると。これね、インデザインにもあるんですけれども、アクロバットにもあります。で、例えば PDFX4 を書き出したのであれば、このアクロバットのプリフライトパネルで PDFX4 への準拠を確認っていうのを選んで、まあ、このね、解析というボタンを押します。で、問題ないよって言ったら、あ、よかったよかった、ちゃんと思い通りの PDF が書き出せたんだよねっていうことで分かるわけですよね。はい。で、さらに出力プレビューというパネルを、まあ、これもアクロバットにあります。で、例えば墨文字がオーバープリントになってるかなどを確認をして、よければもうそれをね、出力側に渡すということで、まあ、まとめとしてはね、ドキュメントをきちんとチェックをしましょうということ。さらに目的通りの PDF を書き出せるようにしましょう。さらにアクロバットでさらにチェックしておくとよりいいですよということです。これをね、ぜひちょっと気をつけてやっていただくといいかなと思います。さあ、ちょっとね、お話変わるんですけど、今更の話もありますが、去年の5月にインストールポリシーっていうのがね、アドビのインストールポリシーが変更になったのは皆さんご存知かと思います。直近の2バージョンしかインストールができませんね。いや、困ったっていう方も多いんじゃないかと思うんですが、実はですね、この非認定バージョンというものが、ね、アプリケーションごとにそのちょっとバージョンは違うんですけど、認定されて、この非認定バージョンを使っちゃダメだよというバージョンがあります。ね、例えば、Photoshop だと CC2017 まではダメだよとか、InDesign は、バージョン9の CC までしかダメは、CC までは使っちゃダメだよっていうのがあるんですけれども、まあ、こういうふうな図で見ると、まあ、使えるのはこの最新2バージョンのみということですよね。これが、まあ、インストール可能。ただし、これ個人版のお話であって、グループ版どうなってるかというとですね、まあ、こんだけね、実はインストールできるんですよね。なので、どうしてもこの黄色いところに使いたいものがあるという方はですね、まあ、グループ版も検討されてもいいのではないかと。まあ、ただグループ版の方がね、若干高いという形になっております。で、何が言いたいかというと、そうなってくると今後なんだろう、2バージョンしか使えないので、過去のものを改版するときとかにですね、同じバージョン作業するというか、できないケースが、まあ、続出するというか、たくさん出てくるわけですよね。はい。で、じゃあどうしようかということなんですが、当然ですね、まあ、旧バージョンと新バージョンってね、イコールではないんですよね。当たり前ですよね。バージョンが違うアプリケーションで開いているので、必ずイコールというわけではないわけですよね。でも、出力するときに同じ状態にして出さなきゃいけないということで、じゃあどうするのってことなんですが、研判が必要になってくるわけですよね。まあ、何で研判するの、もう実際に刷られた印刷物でチェックするのかとか、前時のゲラ取っといてそれでチェックするのかとか、まあ、PDF でチェックするのかとかってあるんですが、やっぱりね、なんだろう、いずれにしろ費用がかかるので、できるだけ素早く楽にお金かけずにやりたいということで、おすすめはやっぱり PDF でのチェックじゃないかなというふうに思っています。で、実はですね、アクロバットには2つの PDF をチェック、いわゆる比較する機能がついております。ちょっとね、それね、見ていきますね。このアクロバット自身にある、ファイルを比較という機能ですね。こちらをちょっと使ってね、実際に、比較をしてみたいと思います。2つの PDF をこれかちょっとね、開いて比較してみたいと思います。これはちょっと消しておきましょう。はい、2つのね、 PDF、 これ実はパッとこうちょっともうすでに違うの分かると思うんですが、わざとちょっと違いが出るように作ってあります。で、
ここですね、表示メニューからファイルを比較というのを、まあ、実行します。そうすると今2つ開いているから2つのファイルがここに、ね、リストアップされているんですが、ここで比較をするだけと。でテキストのみなのか、まあ、全部なのかということで、今回ねテキストだけじゃなくて全てを比較したいので、この比較のボタンをそのまま押します。はい、そうするとね、今アクロバットが一生懸命この2つのドキュメントをね比較してくれています。で違いがあれば今からね表示をしてくれるという形ですね。はい、もう出てますね、これ5個違いがあるよというのを教えてくれています。で見ていただ、まず見ていただきたいのはこれね、元のPDF とは別の PDF として今レポートを出してくれています。で5個あります。でまずどこっていうことでこう、ね、クリックをします。そうすると分かりますか、こう画像が置換されましたというのが出てますよね。これ画像なんか違うんだって。これ実はですね、サイズがちょっと若干変えてあるんですね。あ、画像が違うっていうのが教えてくれてるんだってことで、まずチェックするべきポイントが1個分かりましたよね。次にクリックをするとテキストが挿入されましたということで、これね、スクロールしていくと、まあこれ拡大すると分かるんですが、文字のこの部分がね、修正されてるよということですね。これで確認できます。次、クリックすると、またここも、漢字がひらがなにも修正されてますよとかですね。次がですこの画像ですね、この画像、これもね、拡大縮小率が実は書いてあるんですけど、画像がちょっと違ってるよという形で、チェックしてくれています。フィルターでこれごめんなさい、すべてを選択にしておかなきゃダメですね。はい、そうすると、5つ目がなんだっけ、フォントのカラーですね。このフォントカラー、この部分の文字のカラーがちょっと変わってますよっていった形で、2つの、ね、違いをね、まあ、比較してくれます。なのでどうしてもっていう時にはね、なんか昔のバージョンで作った PDF はやっぱり取っておきたいんですよね。で取っておいて新しいバージョンに開いた時の PDF とこうなんだろう比較すると、それによって変わったとこがないかっていうチェックをね行っておきたいなということです。はい、まあ、ただねインターフェース的にこれね、アクロバットのこの比較のインターフェースがどうかっていう問題はあるので、あのなんだろう、今世の中には有料のものがねいろいろと用意されていますので、まあお金払ってもっとね使いやすいツールがいいという方はそちらをね選んで使っていただくのもいいんじゃないかなと思います。はい、ただねこうやんなきゃいけないのは前の時のなんだろうデータの PDF を取っておかなきゃいけないということですね。でその時に取っておきたいのが元のデータに近い PDF、 この辺はね、今年のページでも、まあ、森脇さんなんかねこれ詳しく解説されていましたので、ちょっとそれを僕も参考にさせていただきましたが、ですね、まずアウトライン化していないよっていう、ポストスクリプトはもう使用していません。透明アピアランスはそのまま生かしたままのもの、ね、で運用します。となると、まあ、PDFX4 になってくるわけですよね。PDF4、ね、まずアウトライン化しないとかね、こう埋め込まない、カラープロファイル行きとかですね、分割投稿しないとかですね。この辺をきちんと、ね、まあ、守るって、運用はネイティブ形式ということですね。で、それのデータにプラスで今言った PDFX4 を取っておけば、後からこの PDF4 で違いを比べることができるよねっていうことです。はい、なのでね、ファイルの運用を、ね、ちょっと、ね、見直していくといいのではないかなというふうに思います。で、これもね、森脇さんが言っておられました。で、このようにね、出力できる PDF で取っておくとですね、まあ、改変が来たとき、ね、新しいバージョンのアプリケーションに開いたら、まあね、どっか変わってるかもしれない。でも全部チェックするの嫌ですよね。時間かかります。で、今回修正が入ったとこだけをこう作り直して差し替え、PDF で差し替えると。そうすると、他のね、修正が入ってないページは前の PDF をそのまま使うことができるので、そこのチェックをする必要ないよねっていう、まあ、運用ができるよということなので、まあ、こういった運用をね、心がけて今後 PDFX4 いわゆる出力できる状態のものも合わせて取っておくといろいろと活躍というか、まあ、いい場面が出てくるんじゃないかなというふうに思いますね。修正ページにも差し替えてください、ね。はい、今後は PDF で制作した時のもの状態のものを保存しておくことが重要ですよということですね。さあ、でちょっとここもね見直したいよりもう EPS やめましょうとか、ちょっと今日はね深くやらないんですけど、ネイティブで運用しましょうとかですね、これ入稿前に文字をアウトライン化、これもねもうねやめましょうとかですね、で最初に言いました、イラストレーターの場合アートボードは仕上がりサイズ作りましょうねとかいうようなね、まあ、細かいこといろいろあるんですけれども、こういったのもね、きちんと
守りつつ、ミスというかエラーのないデータを作っていって、ください、ね、で詳しい情報などについては、ね、こちらの2つがちょっとおすすめなのでぜひ、見てみてください。大日本スクリーンさんの、出力の手引きというのと、まあ、Adobe さんの PDF 出力の手引きというのが、ね、出ています。それぞれ、ね、まあ、この QR コードから、ね、リンク飛べるようになっておりますので、よかったら、ね、後でちょっと見ていっていただくといいかと思います。はい、ちょっと負けね、さあ、アドビスキャンって皆さん知ってますかね。こうね、スマホで文章をこうパシャッと撮るとですね、PDF 化してくれるっていう非常に優れものです。でさらに言うと、サイン、今印鑑の問題がいろいろ出てますよね。アドビサインでサインできちゃうよっていうようなね、ソリューションなんかもあったりします。このね、特にこっちの方スキャンの方は非常に便利なので、まあまさにこのね、コロナの時代、ぜひこれ活躍するアプリだと思いますので、ぜひダウンロードして試してみていただくといいのではないかというふうに思います。はい、ということでね、セッション2はここまでとさせてください。一応今ね、16時、2分ということなので、15分からね、やりましょうか。最後ね、若干多分ね、5時を過ぎると思いますけれども、16時15分ぐらいから、同じこの Facebook のインデザインの勉強部屋の中から、新しく動画を配信していきますので、そちらをちょっとね、ご覧になっていただけたらというふうに思います。はい、というところで、ね、セッション2はこれで終了とさせていただきます。ありがとうございました。